さっきは悪かったな。ほう、首相な態度じゃな。王子の偉大さが分かったか。勘違いすんじゃねえ。ランゴさんに言われて謝っただけだ。謝るのか喧嘩売るのかどっちだよ。ならばこの話はここまでにしよう。ところで空中要塞ガラムのことを何か知っているかね。俺は新人で下っ端だから大したことは知らねえ。ウドさんは50年前に世界が滅びかけた大戦争の再現になるとか言ってたな。俺にはピンとこねえけど、ウドさんが言うならそうなんだろうよ。30年前の悲劇どころか50年前の悪夢の再来とは。さっきの魔物さん、僕のこと覚えてる？さあ、人間の顔っていまいち覚えにくいんだよな。ふんふん、魔物にとって人間の顔は覚えにくいと。メモするようなことじゃなかろう。いやいや、知識は宝だよ。特に僕みたいな体が弱い人間には。なんでひ弱なのにレジスタンスなんてやってるんだ？そりゃジャム国王を慕ってる国王派だからさ。ここにいるみんながそうだよ。好きだから命を懸けて救おうと。人間の考えることはよくわからんな。魔物は誰かのために命を懸けるのは理解できないと。その言い方はなんか違うぞ。わしだって大魔王様のためなら。俺のためには？そうですな、ヒゲくらいならかけますぞ。シーフってそういうとこあるよな。ありがとうございました。ビアンさん、ランゴさんはどうしました？血相を変えて。お嬢の居場所が分かったんです。なんと、それは一大事。聞いたな、王子。ランゴのところへ行こう。ああ。見つかったって？ロゼッタの戦車隊が北東のエンドミル基地に入った。レジスタンスはすぐにでもエンドミル基地に向けて立つ。力を貸してくれるなら基地まで来てほしい。
フォレスト軍のやつらそこら中にうろついてる。見つかると面倒だが、避けて進めん場所もあるだろう。そうなったら正面からぶっ飛ばす。ほっと、よっ、やっ。全体的に高低差のある場所が多いな。気をつけて進まないと足を滑らせてしまいますぞ。大丈夫だって、そんなヘマするもんか。サンドランドでは見かけない生き物がちらほらおりますが、ここまで環境が変われば当然生態系も変わってくるさ。つまりこっちには俺たちと全然違う魔物がいるかもしれねえのか。それはどうでしょう。全ての敵と戦う必要はない。状況を見極め、時に戦闘を避けるのも大切だ。そうだな。戦わないといけない時に疲れてたら勝負にならないもんな。
サンドランドと違って道が分かりやすいな。きちんと整備されているからな。分かりやすい分、待ち伏せの可能性も考えておいた方が良いでしょう。整備された道といえど、木々が飛び出し視界を遮ってしまうこともある。運転するなら慎重を期すことだ。まっすぐかっ飛ばすならサンドランドの方がいいな。水場では足がつかない場所には行かない方がいいですぞ。分かってるよ。メカも基本的に水はダメだ。だから分かってるって。とにかく沈まなきゃいいんだろ。この辺は首都に近いようじゃな。ということは兵士の数も増える。進むなら警戒が必要だ。何があるんだ？わからんが、ホバーで海は渡れないぞ。途中で故障として海の木図だ。海はやめとこう。来てくれると信じていたぞ、ベルゼブブ殿。本当に来やがった。文句あんのかよ。状況は最悪だ。つい今しがた、ブレッド大将軍がエンドミル基地に入りました。案の引き渡しのためと考えるべきだろう。10年行方知れずだった王女の発見、大将軍が出張ってくるのに十分な理由だな。引き渡されたらどうなるんじゃ。新たな王として担ぎ求心力とするか、吊るし上げて国王派への反感を煽るか、いずれにせよいいように利用されるだろう。分かってんなら早いとこ助けに行きましょうや。ブレッドが来たことで普段以上に警備が厳重になっている。正面から戦いを挑んでも勝ち目はない。こういう場合、ラオ殿ならばどのように戦う？
陽動と隠密に部隊を分けるだろう。陽動部隊で目を引きつけ、少数精鋭で潜入し暗を助ける。それがしも同じ考えだ。問題は誰を潜入部隊にするかだが、精鋭といえば我々スイマーズしかおらんだろう。お前らは水泳だろ。精鋭だったら俺で決まりだ。争っている時間はない。ここは判断を任せてもらおう。潜入部隊はラオ殿にお願いしたい。心得た。ざまあみろ。選ばれたのはお前じゃなくて芝だろうが。同じことだろ。一刻が惜しい。早速作戦開始だ。ウド、ホウトウ、できるだけ大きな騒ぎを起こすぞ。了解。シュウ、今回だけは美味しいところを譲ってやる。私たちも行くぞ。この辺は首都に近いようだ。ということは兵士の数も増える。進むなら警戒が必要だ。人間はみんなメカ使ってんのかな。そういうわけではないだろう。メカはかなり高価なものだ。3人でまとまって動くと敵の目につきやすくなる。3手に分かれよう。連絡は王子のテレパシーに任せる。オーケー。いきなりわーとか言って脅かすのはなしですぞ。分かってるっつーの。誇り高きフォレストランドの占有職員。なんだ大将軍ブレッドである。ジャム国王が悪魔の声にそそのかされ祖国を裏切ってから10年の月日が流れた。我らは待ち続けた。尊敬してやまない王の目覚めを。基地の中で暴れるのはやめておいた方がいいよな。ここに至るまで王が目を覚ますことはなかった。これは生きながらの死である。見つかっちまった。もっとこっそり進まねえと。基地の中で暴れるのはやめておいた方がいいよな。王にふさわしいのは誰か。ブレッド大将軍。占有諸君からの信頼嬉しく思う。しかし新たな王に求められるのはただ国を愛し戦うだけの男ではない。フォレストランドは今かつてない危機を迎えている。サンドランドから送り込まれた悪魔がリリス王妃に化けて王をたぶらかした。見つかっちまった。もっとこっそり進まねえと。先生を敷いていたゼウ大将軍が基地の中で暴れるのはやめておいた方がいいよな。残ったサンドランド基地の中で暴れるのはやめておいた方がいいよな。これが意味
することは何か考えるまでもない。恐るべき悪魔に操られた国王軍によるフォレストランドへの侵攻である。好き勝手言ってるな。敵であります。見つかっちまった。もっとこっそり進まねえと。賢明な諸君ならばもう気づいているだろう。新たな王に求められるのは悪魔と戦い打ち勝つ力だ。そして幸運なことに我らは知っている。王をそそのかした悪魔を打ち、その力を証明した英雄がいることを。そう、勇者ムニエル様。そのムニエル、ムニエル、ムニエル。あいつがムニエル。なのに姉ちゃんがやられたってのか。やっぱ何かの間違いだな。よし、すっきりしたところで案を探すか。があるじゃん。よーくわかった。乗りてー。けどさすがに今は無理だな。私が新たな王となろう。聞いたか皆の者、10年間あくまで代理を貫き正式な王位を保持してきたムニエル様がついに即位を決意してくださった。これでフォレストランドはサンドランドと戦える。しかしが即位式を執り行い、その場でサンドランドへ宣戦布告する。その時がサンドランドと魔物たちの最後だ。この上アンマで利用されてはますます奴らの思惑通りになる。さっさと見つけねえとな。
すぐ対処します。戦闘準備。見つかっちまった。もっとこっそり進まねえと。しまった。もっとこっそり進まねえと。王子、こっちです。鍵がかかっている。頼めるか。任せとけ。みんな、こういう時って感動のハグを交わすもんじゃないの？知らねえ。さあ、急いで脱出しよう。待って、その前に司令室に行かせて。司令室？そんなところに行ってどうする？兵士たちが話してるのを聞いたの。そこにアクアニウムレーダーがあるって。なるほど、行ってみる価値はあるな。わしは反対じゃ。司令室なんて一番警備が厳重な場所だろう。ブレッドとムニエルが演説をしてる今なら大丈夫でしょ。少々楽観的だが間違ってはいない。だったら行こうぜ。ありがとう、ベルゼ。ここは警備が厚いな。集団で動くと見つかりそうだ。じゃあ一人ずつ行くか。そうしよう。
戦闘準備。見つかっちまった。もっとこっそり進まねえと。ちっとは楽しかったぞ。遅いぞ、シーフ。頭の先っぽに気づかれて危うく見つかるところだったんですよ。無駄に尖らせてるからだろ。無駄とは何ですか。わしのチャームポイントですぞ。とにかく無事に合流できたんだ。先を急ごう。なんだお前たちは。侵入者だ。警報を鳴らせ。了解。くそ。まずいぞ。早く逃げよう。その前にレーダーを。どれがアクアニウムだよ。これじゃない。おそらく間違いなかろう。移動していく先にも大きな反応がある。あとはここだ。よし、アクアニウムの位置は分かった。脱出するぞ。ブレッド。何？伝説も多いか。こいつ。ち。王子と互角じゃと。本当に人間か？そういう貴様は本当に悪魔だとしたら恐れるに足らんな。悪魔の王子をなめんな。Thank you.
た半身は忌々しいゼウとの戦いで本来の肉体を失っている。えっ、ブレッド大将軍、まずいな、逃げ場を失うぞ。毒ガスじゃ。おお、今だ、走れ。見ましたか王子、わしの見事なトンチ。おっさんの真似しただけじゃん。いや、素晴らしい起点だった。おじいちゃんがおしゃれさんで助かったわ。また湧いてきたぞ。拉致があかんな。王子、ここは任せる。あやつわしらをおとりにして一人で逃げるつもりですぞ。バーカ、いいからやるぞ。んだバカ、ごめん。観念しろ魔物ども。おー、待たせたな。あー、俺が乗ろうと思ってたやつ。そういうことなら操縦を変わろう。どうも操縦桿が重くてやりづらかったんだ。いいのか？やった！
こんなもんかな。本当に助け出してきやがるとは。まだ文句あんのか。まさか感心してるんだよ。いや違うな。ありがとう。すごい魔物だよお前。怪我はないか。うん大丈夫。でも首飾りを取られちゃった。王家に代々伝わる大事なもので、お母様の形見だったのに。お嬢が無事ならそれでいい。さあ帰ろう、わしらの家へ。うん。あ、そういえば誰か忘れてるような。まあいっか。くぞ。腹減ってねえか。すぐに俺が飯作ってやっから。お前の料理なんて食べたら、せっかく助かったアンが腹を壊す。そりゃひでえよウドさん。自然と人が集まり、笑顔の輪が広がる。あ、なんかあいつ無理してね。首飾りを奪われたのがよほどショックだったのでしょう。そうかな。仲間たちはお祭り騒ぎだが、アンは参加しなくていいのか。だからこそだよ。私はあそこにふさわしくない。半分悪魔だからか。うん。この先ずっと言わずに置くつもりかね。いつかは話すべきだと思う。だったら今でもいいじゃん。そんな勢い任せにもいかんのでしょう。だが秘密というやつは長く貯めるほど重たくなっていく。話せるなら早い方がいいと私は思う。そうだね。ありがとう。みんなと話してみる。みんな聞いて。あのね、みんな。改まってどうしたよ。何でも言ってみな。うん、実はわは何の冗談だよ。冗談じゃないんだって。私も知らなかったんだけど、お母様は悪魔だ。ランオ殿、アン様の話は本当なのですか。本当だ。なんてこった。ふざけんなよ。
なんだよ悪魔って。ブレッドの言ってることは全部嘘だったんじゃねえのかよ。騙してたのはあんただったのか、ランゴさん。説明してくだされ、ランゴ殿。場合によってはレジスタンスの存在意義を揺るがしかねないお話ですじゃ。すまぬ。ジャム国王とリリス様がお嬢にさえ明かさなかったことを、それがしの判断で明かすことはできなかった。ジャム国王が悪魔に操られてたって話は、ブレッドの話で嘘がなかったのはリリス様が悪魔だったということだけだ。ジャム国王が悪魔に操られていたなどということは絶対にない。お二人は心から愛し合っておられた。結構。しかしその判断に打算がなかったと言い切れますかな。否定はできんな。なんだよそれ。あれは嘘、これは本当とかさ。何を誰を信じていいのか分からなくなっちまったな。誰を信じるって、そんなの自分以外にいないじゃん。つーか、お前らアンが悪魔の子ならこいつの敵になんのかよ。それは少し頭を冷やして考える時間が必要だな。そうですな。明日の朝もう一度話しましょう。みんな、すまなかったアン。辛い思いをさせてしまった。私はいいよ。少しショックだったけど今は悪くないなって思ってる。おじさんもできたし。おじさんって言うな。そうか、ベルゼブブ殿はリリス様ので、お仲間たちは放っておいていいのかね。ウドが言っていた通りだ。みんな考える時間が必要だろう。あなた方も休んではどうかな。部屋を用意してある。では案内しよう。皆の考えを聞かせてもらえるかな。私はこれまで通りレジスタンスとして戦います。良いのか。私は石膏ですから、自分の目で見たものしか信じません。私が見てきたお二人は信じられる人たちです。俺も続けるぜ。少し前ならトリケキャンプを出てったかもしれねえが、今は信じられる魔物もいるって知ってるからな。僕もレジスタンスを続けるに一票。みんな甘えな。まあでも当の案が怒ってねえのに俺が怒っててもしょうがねえか。いいよ、ここは大人になってやれ。ビアンはどうかな。どうも何もアン様のおそばを離れるなど考えられません。ビアン、みんなありがとう。そんで、これからどうする。もちろんお父様を助ける。すみませんお嬢、王の幽閉場所は未だ分からずで。だよね。ジャム様に次ぐ作戦目標といえばアクアニウムですが。それならばエンドミル基地のレーダーでおおよその場所はつかめている。すっげえ、アクアニウムの場所が分かったのかよ。ほうとう、地図を持ってきてくれ。はい。
高速移動していたアクアニウムとゼウの船から奪われたものを除けば。ブレッドの手に落ちていないアクアニウムはここですな。リアンダ戦艦か。水没していてナウテのジャンカーも手を焼く場所だというが、行かない理由にはならない。しかりだ。準備が整い次第すぐに立とう。では身軽な私たちは一足先に向かうとしようか。